て諸国武者修行に励み、信州五岳寺の飯塚権現に立ち寄って参道、祈願すること50日に及び、ついに天の奥義を悟り、神道五年流を奏したと言われる。その後、江戸四谷に道場を開き、門弟の育成と流派の発展に努力したが、神道五年流が広く世間に知られるようになったのは、後、岡田重松や斎藤弥九郎などの剣達がこの門から出るに及んで、一層隆盛を極め、特に斎藤弥九郎は、北辰一刀流の千葉周作、東辰明治流の山田先生となり、門下には江川太郎左衛門、藤田東湖、木戸孝允、品川彌次郎、秋山陽介、仏正寺康介等、そうそうたる剣客や人物を輩出した。明治以降、根岸慎五郎、北山白道に受け継がれ、現在、宗師小川先生に継承されている。
第1会場は小割三流野球審査人高校の応援部です。続きまして第1会場福元流大田稲田塾の応援部です大なぎなた術。大なぎなた術は剛力の男子の武器として用いられ、欧州御三年の頃より源平、鎌倉、戦国時代にかけて優勢を極めた。極限流は中でも豪放なものである。元気天正の頃、京に起こり成長法とする豪快なものである。徳川時代に入り、都市が学ぶ場合は大なぎなたの戦法を七尺とした。大なぎなた術のほか、大合わせ術がある。